皆さんこんばんは、ゆうくりすです。今回の取り手しませんかは、愛媛県三津浜駅、堀江駅、予報所駅です。ゆっくり見ていってください。それでは行きましょう。シュシュポポ。最初は三津浜駅に来ました。三津浜駅は愛媛県松山市海津町にある予讃線の駅で、駅番号は Y54 番です。そろそろ普通列車が来ます。時刻表びっしりです。通過列車の時刻表です。貨物列車の時刻表もあります。助かる。こちらが松山方面です。こちらが高松方面です。さあ、2番乗り場に向かいましょう。海はもうちょっと向こうかな。線路跡の形跡発見。こちらが松山方面です。こちらが高松方面です。これはひょっとしてひょっとするかも。検索しましたが、貨物線ではなかったみたいです。昔は2面3線だったみたいです。ちょっと残念です。なぜあそこにコンテナがあるんだろう。8時45分着、奈良線系普通電車松山駅です。お、幻の白幕です。8時46分発、奈良線系普通電車伊予北条駅です。次は堀江駅です。なんだこの保線区車両。堀江駅に来ました。堀江駅は愛媛県松山市堀江町にある予讃線の駅で、駅番号は Y52 番です。松山駅の本数は2本ずつあります。よし、これも撮影しましょう。気になる。なぜ JR 四国の鉄橋って青いんでしょう。あ、松山方面です。
こちらが高松方面です。不思議やなぁ。なんで青いんだろう。曇ってきました。今日は痛いぐらい寒い日です。4時前に貨物列車通過か。高松方面です。松山方面です。雪？この保線区車両たまらん。ベテラン感がにじみ出てます。9時21分通過。8600系特急電車、特急しおかぜ岡山行き、特急石槌高松行きです。9時47分着。7000系普通電車高松行きです。9時48分高松行き出発です。9時49分発7000系普通電車松山行き出発です。10時ちょうど通過。8000系特急電車、特急潮風石槌松山行きです。次は伊予北条駅です。伊予北条駅に来ました。伊予北条駅は愛媛県松山市北条辻にある予讃線の駅で、駅番号は Y48 番です。こちらが高松方面です。それでは2番乗り場と3番乗り場に行きたいと思います。雨雲ですね。今から帰るのにな。だんだん雲が増えてきてます。これはやばいな。分厚。こっちは君の名はのような空ですね。2番3番乗り場に来ました。高松方面です。松山方面です。こちらが3番乗り場です。高松方面です。
へえ、午前中は特急止まるんですね。さあ、そろそろ特急列車が通過します。どこで撮ろうかな。10時32分通過、8000系特急電車、特急塩風岡山駅、特急石槌高松行きです。10時44分着、7000系普通電車、松山行き到着です。10時45分、松山行き出発です。鹿島があるんですね。お昼ご飯を食べに、さいさい木手屋に来ました。美味しそう。次はフォトアルバムのコーナーです。動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。